コムソモーリスカヤ駅は、モスクワ地下鉄5号線環状線の駅。1952年1月30日開業。モスクワの交通の用として知られる、コムソモーリスカヤ広場に位置しており、近くには、レニングラーツキー駅、ヤロスラフスキー駅、カザンスキー駅の3つの鉄道駅がある。したがって、モスクワの玄関口として知られる。 環状線は1950年から一部区間がすでに開通していたが、コムソモーリスカヤ駅は1952年1月30日の延伸により開業した。この時環状線はクールスカヤ駅からベラルースカヤ駅まで延伸されている。なお、その後環状線は1954年3月14日に全線開通し、名前の通り環状線として完成した。 環状線では最初に開業した6つの駅の装飾がナチスドイツに対する勝利を描いているのに対しその後の延伸により開業した駅では戦後の労働が表現されているしかしその中でもコムソモーリスカヤ駅は例外で1941年11月7日に行われたスターリンの演説をモチーフとしているスターリンはこの演説で アレクサンドル・ネフスキーやドミトリー・ドンスコイなどといった過去の英雄に触れた。そのため、コムソモ・オリスカヤ駅ではこれらの英雄がモザイク画として描かれ、駅内部に飾られている。ありがとうございます。